稲葉正重は、安土桃山時代から、江戸時代にかけての武将、大名。美濃国十七条藩主、下屋国儲家藩初代藩主。正重系稲葉家宗家初代。元気二年、林正秀の次男として誕生。稲葉重道の婿養子となるが重道の娘に、先立たれたため、重道は代わりに名である福を養女として、正重に嫁がせた。 正重は、岐阜と共に、豊臣秀吉に仕えたが、秀吉の命を受けて、小早川氏に入った、小早川秀明の家臣となり、秀明を補佐した。四国攻め、小田原征伐で活躍し、慶長の役では、秀明貴下として従軍した。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、平岡頼勝と共に、徳川家康と内通し、 秀明を東軍に寝返らせることに成功した。しかし、戦後に秀明と対立し、美濃に沉教する。慶長7年、秀明が死去して、小早川氏が断絶すると老人となる。同9年7月、京都書次第、板倉勝重によって、家康の着村、竹千代の乳の募集が行われ、これに、妻の服が志願して採用されると、服離縁した。 その経緯については、諸説あるが、正重が愛人を作ったと知った服が激怒して、家を去ったとする説、勝手に乳母に応募したことに激怒した正重が離縁した、説、乳母に採用されたことを知って、女房のおかげで出世したと言われるのを恥じて離縁状を出した、説、服に、江戸幕府から直接乳母に召されるという話を正重が受けて、服も乳母として幕府に駐勤すれば、 夫の士官や立身出世につながるのではと考え、正重が、身の十七条藩主に取り立てられたのを見届けてから、離縁したという説。さらにこれらの出来事はすべて口実で正重を家康に、士官させるために正重と福が示し合わせて離縁したと、する説などがある。なお、稲葉家は、本来の着難であった、正次ではなく、 福の産んだ子であるという理由で、正勝が継いでおり、少なくとも離縁後も、福と稲葉家のつながりが深いことは事実である。後に、家康に召し出され、以後は、徳川氏の家臣として仕える。慶長12年には、丘陵の美の国内に一万国の領地を与えられ、大名に列した後、家康の孫、松平忠政の家老、清崎城主となる。 大阪夏の陣では、忠政を補佐して、先行を挙げて、現那四年に、越後糸井川二万国の所領を与えられ、忠政の不賀老となった。寛永元年、忠政の越前国福井藩相続に従わず、勝手に出本、浪人し、幕府に、より子、政勝の領内で湿気を命ぜられる。寛永四年、独立した大名として、 再び召し出され、下津家も岡藩二万国に封じられる。寛永五年、死去。去年五十八。正勝の子孫は、山城国淀藩主として、外村の堀田正森の子孫は、下卯国桜藩主として、明治維新まで続いた。江戸時代中期の、常山治段には、ある説によればとして、庭山城、谷、では、笹の斎造、稲葉匠、中黒道随 渡辺寛兵衛、辻子作は義兄弟の約束をして武勇に励み、立身を誓い合って、天下七兄弟と呼ばれたという、ありがとうございます。